BMW4BMW4 は1920年代にドイツの BMW で製造された航空機用水冷直列6気筒エンジンである。BMW4 は BMWE アノボアを拡大しシリンダー溶石を増やしたものである。出力は 250HP だった。BMW4 はユンカースでエルニットしてライセンス生産されエルゴの母体となった。 BMW4 をもとに V 型に設計変更し、気筒数を2倍にした発展型が BMW6 である。1919 19年に先駆的飛行家であるフランツ、ゼノディーマーは BMW4 搭載機によって高度32000フィート到達の記録を樹立した。この歴史的飛行は BMWE やエンジンによって樹立された輝かしい記録を塗り替えるものだった。 当時、ディーマーは、私はもっと上昇することができたが、傾向した酸素が十分ではなかったと語っている。このように、BMW4 の高高度性能は当時としては、非常に優れたものであった。日本でも BMW4 の高性能に着目し、1920年に、川崎によって研究用に数台が輸入されており、1924年に、川崎と BMW の間で、 BMW4 のライセンス契約が結ばれている。この時輸入された研究用の BMW4 は後に戦車用に改造されて陸軍に納入されている。ありがとうございます。